日清寺はかつて、鹿児島県川辺郡、武田村に存在していた、総当宗の寺。三号は、龍守山。本尊は、釈迦如来であった。太平や松根玉寺の松寺であった。かつて境内には、上淳院が存在した。文明十七年、殺衆家、島津国久が、太陽育泉を解散として開いたほ泉寺が、始まりである。ちなみに、 高徳寺の末寺であった。その後を整備していたが、永六七年に、島津忠義が再興した。中良の死去、七世十字の梅安和尚が事号を、日清寺と改めた。日清は、島津忠義の改名の一部である。その後、島津忠義の菩提寺として、島津市の尊数は厚く、また、中良の妻の墓、三男の島津直久保、 中梁に純子した、いじり心理希望の墓など、島津支援の人々の墓地となった。しかし、明治2年の廃仏希釈により、廃寺となった。その後、明治6年に、武田神社が造営された。かつて、薩摩藩では、島津忠義の菩提寺である、日清寺、島津義弘の菩提寺である、病園寺、 島津俊久の菩提寺である心だけ寺に、それぞれの命日に参る習慣があった。日清寺もうでは、地名から、河瀬田参りと言われた。戦前までは、結構盛んに行われていたが、戦後になり、過疎化が進んだことと鹿児島市から鎧兜をまとった、重装備で徹夜で、河瀬田市まで歩くという過酷な行事のため次第に、参加者が減り、現在、病園寺参り以外は、 完全になくなってしまった。ありがとうございます。